今日のイカれた偉人は本多利長。岡崎藩の第4代藩主で、本多家は家康からかなり信頼されておりました。しかし、この男が全てを台無しにしてしまうのです。まず、4代将軍の徳川家綱が亡くなり、各大名が江戸城に集結するという大事な時に、この男は夜遊びのしすぎで遅刻します。さらに、当時、徳川家康の命日には、肉や魚を控えなければならないという決まりがありました。にもかかわらず、この男はまさかの釣りを楽しんでおり、魚を気まぐれでクックしておりました。当然、この悪行はしっかりバレて、幕府に報告されます。結局、利長は改易させられてしまい、山形県に飛ばされました。新卒社員の皆さん、時間を守るだけではなく、適度にゴマをゴリゴリしておきましょう。ではまた。